皆さんこんにちは。ココチャンネルへようこそ。本題に入る前に、あまり私のことについて詳しくない人のために少し自己紹介をしようと思います。私の名前はココです。16歳です。私は4歳の時にシンガポールに移住してきた日本人で、それ以来シンガポールに住んでいます。そしてそれが今日この動画を作る主なきっかけであって、この動画を通して私が10年間受けてきたシンガポール教育について語りたいと思います。愛国心最高、赤と白を着ています。シンガポールのナショナルカラー。それよりなぜ10年間シンガポール教育を受けてきたのか。そもそもなぜシンガポール？なぜなら2011年東北大震災があって、両親は私たちの安全が心配でした。それに踏まえて両親は前から私に英語を習得してほしかったので、日本から移住する時が来たと考えました。当初両親はアメリカに移住することを考えていましたが、アメリカはそこまで安全ではないし、人種差別もあり得るし、その結果両親はシンガポールに移住することを決めました。シンガポールでは英語、それに中国語を学べるのですから。本題の詳細に入る前に、シンガポール教育とは何かを明らかにしたいと思います。なぜシンガポール教育とは何かをはっきりさせたいかというと、中田敦彦さんなどの著名人が語ったシンガポール教育は真のシンガポール教育のほんの一部、インター校しか指していませんでした。このような動画によって生まれたシンガポール教育についての誤解を今回の動画を通して解いていきたいと思います。シンガポールでは他国のように、いや他国も比べようがないほど多様な人々がいます。様々な人に応じるために、様々な学校があります。日本人として、そしてシンガポールの永住権を取得できた人として、私は3つ選択肢がありました。まあ少なくとも私の家族は3つ選択肢の中から選びました。シンガポール公立校、インター校、日本人学校。でも最後の選択肢は、一応海外に移住したのは英語を学ぶためであったわけですから、なぜ日本人学校を選ぶ ?2012 年、シンガポールに移住してきて1年目。両親は私をインター校に通わせました。インター幼稚園。ですが、そこにはたくさんの日本人が同じく通っていて、私はあまり英語を上達させる機会がありませんでした。なので、シンガポールに移住してきて2年目、つまり幼稚園年長の年、両親は私を公立幼稚園へ通わせ、そこでは日本人がいませんでした。一人いたかな?でも、ほぼいませんでした。ついに英語と中国語と触れ合う機会がたくさんできました。そのせいで知識が脳をパンクしすぎたのか、一時期無遊病にかかっていたらしいです。翌年、小学校に通い始めました。シンガポールの公立小学校に入学しました。両親がこの決断を下した時、他のシンガポール在住の日本人家族は、子供を公立校に通わせるなんてかわいそうなどと言ってきたらしいです。なぜそのようなことを言われたかというと、シンガポール公立校の勉強量の厳格さについての噂。シンガポール公立校に通ってきた一人間として言えるのは、確かにストレスフルです。小学校の卒業年には PSLE という国家試験を受けなければいけなくって、中学校が PSLE の点数で決まることから運命の境目とも言われています。日本人の親が子供をシンガポールの公立校に入れたくなかった2つ目の要因は、シンガポール人は、綺麗な英語を喋れないという偏見です。最後の要因は、差別化されるのではないかという親の心配。歴史を遡ると、第二次世界大戦時、日本はシンガポールを占領していました。後ほどこのことに関して細かく話しますが、シンガポール公立校ではもちろんこのことに関して教わるし、まあ後ほどこのことに関して話します。このように子供を公立校に入れることに対して批判的な声がたくさんにもかかわらず、私の両親は私を公立校に入学させました。なぜなら学費が浮くから。インター校の場合、
学費が高すぎるからです。公立小学校での6年間を終えて PSLE を受けて、まともな PSLE スコアを無事出せて中学校に進みました。中学校は第一候補の中学校に入学できました。 School of the Arts SOTA に入学しました。 SOTA はシンガポール公立校の一つです。なぜなら文化省の管轄下にあるので。しかし部分的には情報通信芸術省の管轄下にもあります。それに SOTA は IB 校なので、いわゆるメインストリームスクールという普通の公立中学校とは少し異なります。メインストリームスクールはだいたい O レベルや A レベル、IP プログラムを提供しています。SOTA は6年間のカリキュラムを提供しています。つまり中高一貫校です。比較的にメインストリームスクールは4年間のカリキュラムしか提供しません。ですから中学校卒業年に O レベルを受けてポリテクニックまたは短大に入学します。複雑ですが、もっとシンガポール教育に関して知りたければご自身でリサーチを。変な感じで私はSOTAに入学して学校生活をすごく楽しみました。それも当然第一候補でしたのですから。ですがSOTA4年目で私は決心しました。いや、私はSOTAの6年間のカリキュラムを終えずにシンガポール教育から離脱する。今年7月を境に海外の学校に転校します。転校する学校の名前は今回の動画では晒しませんが、大学でシンガポール大学に入学しない限りシンガポール教育を受けるのはこれが最後となります。そうですね、結構悲しいです。そこで私の人生の中でのこのビッグイベントを記念するために、今回の動画では私が10年間受けてきたシンガポール教育について語ろうと思ったわけです。セキララにシンガポール教育に関して興味がある人たちにとって今回の動画が役立つといいです。最初にシンガポール教育の長所、個人的になぜシンガポール教育が私にぴったりだったのか。人によって合う学校は異なります。シンガポール公立校は本当に私にぴったりだったと思います。なぜそう思うのかというと、私の家族はとてもチルだからです。子供を過養護するようなヘリコプターペアレントとは真逆な親です。なぜなら私の父親はほぼアメリカで育ち、母親はアメリカの高校と大学に通っていたからです。美術を専攻するのは大半の人にとって間違った選択なのにもかかわらず、母親は学校で美術を専攻しました。母は卒業後絵を描くことはなくなりましたが、学生時代美術を専攻するという大胆な決断はどれだけ私の家族がチルであるのかを表していると思います。両親は常に私の成績ではなく私の興味や経験を優先します。両親のこのように子供を見守る姿勢は私の人生にバランスを保たさせてくれました。とてもチルな家庭生活に比べて、シンガポール公立校の厳格な学校のカリキュラムは不思議と私のライフスタイルにバランスを保させていたのです。シンガポール公立校に通ったことによって自制心が養りました。今では時間管理能力がかなり高いですし、自分のこととなったら率先して取り組む能力があります。親って普通子供に勉強しなさいと怒るじゃないですか。私の親は勉強やめなさいと怒ってきます。このような労働倫理はシンガポール公立校に通ったからこそ養われたのではないかと思います。それにかなり強い基礎学力を持っていると思います。なぜなら基礎学年が公立校では成り立っていて、厳しくてきつくてスパルタだったからです。逆を言うと、みなシンガポール公立校のスパルタ教育に対して批判する反面、シンガポール公立校は実は結構生徒の課外活動を伸ばすのに力を入れています。これらは部活などを通して力を入れています。私は小学校で新体操とネットボールをやっていました。特にネットボールに関してはチームワークなどのライフスキルを身につけられました。生徒たちを公平に扱うことを心がけている日本の学校とは比較的に、シンガポール公立校は生徒に機会を与える際、生徒たちを選別します。例えば、学校のタレントショーで私が歌うことに対して熱意を持っていると気づいた先生は、私に無料で歌唱強化クラスをオファーしてくれました。
誰もがこのオファーを受けるわけではありませんでした。それに反して、妹のように数学オリンピックに参加するオファーを私は受けたことはありませんでした。子供たちをこのように選別して機会を与えるのは不公平だという人はいるかもしれませんが、このような意図的な方式、このように子供を選別する方式はとても合理的だと私は思います。なぜなら生徒たちが自分の才能に気づかされるから、何々の分野では他の人より優れているということに気づかされて、子供の自信にもつながります。そういう意味ではこのような生徒の扱い方は悪くないと思います。たくさんの人がシンガポール公立校のカリキュラムは非常に学術的思考だというのに反して、シンガポール公立校は学業と課外活動をバランスよく学校のカリキュラムに取り組んでいると思います。シンガポール公立校に通ったのが私にとってとても良い経験だったもう一つの理由は、シンガポール公立校では本物の多様性を体感できて、その中でシンガポール人であることの意味を理解できて、順々に自分自身のアイデンティティについて考えさせられたからです。この点が私が一番話したい点でもあります。なぜならとても深い話だからです。皆さんおそらくご存知のように、シンガポールは多民族多文化国家です。世界中から人が集まっています。一見この現象はシンガポール公立校よりかはインター校で蔓延しているように見えますよね。なぜならインター校は外国人によって占められていて、公立校は中華、インド、マレー系シンガポール人によって占められているからです。ですが、本物の多様性はシンガポールインター校よりかは公立校に存在すると思います。特に生徒たちが PSLE スコアに沿って分断される前の小学校では、富裕層の子どもたちが集まっているインター校に比べて、公立校はある程度人種、国籍、文化などの多様性があるほか、社会的地位の多様性も存在します。実際、低所得世帯で生まれ育ったクラスメートや、孤児院で生まれ育ったクラスメートが私にはいました。どの生徒がそういう状況に置かれている生徒なのかは誰も知りませんでしたが、一つ例を挙げると、小学校の部活としてネットボール部に所属していたと先ほど言ったじゃないですか。ある日、私たちはネットボール部としてお揃いの水筒を買おうと決めました。皆一人分の水筒代を払うと決めていたのですが、ネットボール部の部員一人が払えないと言い出しました。正確には払う予算がないと。なので私たちはその子の水筒代分を代わりに払ってあげることにしました。ですが後ほど、ネットボール部の担任はこのことに対して、自分たちで対処するのではなく、先に相談してほしかったと厳しく私たちを叱りました。なぜならお金にまつわる件はお金に余裕のない人にとってはセンシティブな課題かもしれなかったからです。これが社会的地位の多様性と初めて対面した時でした。未だにこの小学校での件に関しては忘れられません。ソタの生徒は公立中学校の中でも比較的裕福な家族の子供が通っている学校です。なのでクラス内でのクラスパーティー用の集金などが頻繁にありました。ですが小学校であった件を忘れられずにいた私は、みんな集金のためにお金を出せるだろうと分かっているのにもかかわらず、何人かの生徒はお金を出したくないかもしれないだとか、このようなクラス内での集金はもう少し慎重に行った方が良いだとか、クラス委員に発言することが他の生徒よりかは多かったです。これはまたもやシンガポール公立校に通ったおかげです。それに踏まえて発展途上国の学校を訪れる機会なども設けさせていただきました。概してシンガポール公立校では本物の多様性を発見できました。そしてそれこそがシンガポール人である意味だと思います。みな違うということの標準化、人のありのままの姿を受け入れて彼らのニーズに応えようとする、人のことを個人個人として見る。そしてシンガポール人のこのような精神は、私がシンガポールの日本占領について教わった際反映していました。日本人としてシンガポールの日本占領について触れるのは未だに難しいことですが、シンガポール公立校でシンガポールの日本占領について学べて嬉しいです。教師が日本人の生徒にシンガポールの日本占領について教える際、おそらく私に細心の注意を払ったり様子を伺ったりするのが
最善の対処方法だと誰かさんは思うかもしれません。ですが私の先生はそうしませんでした。私の先生はあえて他の一般の生徒に教えるのと同じように私にシンガポールの日本占領について教えました。最初私はそれに対して疑問に思いましたが、それこそが先生の私に対しての配慮なのだったと思います。あまり私の感情に踏み込んでこない感じが、まあもちろん最初の授業では事前にシンガポールの日本占領について教えると報告してきてくれたり、具合が悪くなったらいつでも教室から退出してよいと言ってきてくれました。ですがそれ以降私の感情に踏み込んできたり極度に様子を伺ってきたりしてこなくって、これこそが日本人にシンガポールの日本占領について教える最善の対処方法なのだと気づきました。それに踏まえてシンガポール公立校でのシンガポールの日本占領の授業内容自体がこの歴史を忘れるな、だが日本許せというメッセージ性が含まれています。シンガポールでは私は個々として見てもらえます。私は私として見てもらえます。シンガポール人の祖先を殺害した人の子孫として見られません。このように受け入れてもらえて、なんて言えばいいかもわからない。ただわかることはシンガポール人にいただいたこの許し、そしてこの受け入れを当たり前に受け取ってはいけないこと。そのおかげで私は安心してシンガポール公立校に通えて、安心して港授業を受けられていたのだから。このように、そして様々な面でシンガポール公立校ではとてもシンガポーリアンな環境の中で育てられました。シンガポールの歴史や文化を学んだり、正式には日本人ですが、今では私はシンガポール人に近いと思います。多少悲しい現実ではありますが、日本のことよりシンガポールのことの方が詳しいかもしれません。ですがそのおかげで私は他の人とは違うものを持っていて、違うということはシンガポールではいつも歓迎されます。それに日本とシンガポールどちらの国についても知らないよりかはこの方がよっぽど良いです。少なくとも自分の居場所、帰れる場所があるので。さてシンガポール公立校の長所に関してたくさん話したところで、公立校の短所に関して話していこうと思います。まあ必ずしも短所とは思いませんが、なぜわざわざシンガポール公立校から転校する決断に至ったかという形で説明します。今振り返ってみると、いわゆるメインストリームスクールではなくソタに入った理由が今転校したくなった理由と重なると思います。理にかなっていますか？公立小学校でのトラディショナルな教育は自分の学力の基盤となっているのは心身理解していて、それに関してはシンガポール公立校のカリキュラムに感謝しています。ですがずっと心の奥でこの答えが決まっているようなトラディショナルな教育は無意味だと感じていたのだと思います。まあある程度重要ではありますが、そこまで重要なのでしょうか？私が獲得した PSLE スコアはシンガポールの中でも有数な公立中学校に受かることは可能でしたが、先ほど話したことを理由に私はアートスクールのソタを選びました。ソタでの学校生活はとても楽しかったです。ソタでは常に知的議論などが授業に組み込まれていて、習った知識をただただ暗記するだけではなく、また別のところで的確に応用することを学びました。ですがソタはアートスクールでありながらシンガポールの公立校です。省略するとストレスフルです。通校時間は信じられないぐらい長いのに加えて、次から次へと課題やプロジェクトやテストが永遠とあって、やる気や学ぶことへの意欲が一時期からなくなっていました。そして気づきました。私がただただ一つ一つの課題をただただ終わらせるためにやっていたことを、自分の興味が湧く課題ではなく好成績を狙える課題を選んでいたことを、その時考えました。ソタに通い続けたとして IB ディプロマを好成績で取得して優秀な大学に受かって安定した仕事に就けるでしょう。その反面、自分のことや生涯何をやり遂げたいかをもっと知る機会を逃すかもしれないと考えました。
その結果、自分の周りの環境を変えなければと考えました。まさに私が求めていたような海外の高校があったので、受けてみたら、なんと驚くことに受かりました。ですが、受からなかった場合、ソタに通い続けていました。勘違いしてほしくないのが、シンガポール公立校は最高です。シンガポール国内で学校を選ばなければならなかったら、私はシンガポール公立校を選びます。その中でもソタを選びます。ですが、今回海外の高校に受かったということで、私のシンガポール教育の10年間はこれでおしまいです。幼少期のほとんどをシンガポールで過ごした私からして信じがたい現実です。結局のところ、先ほど皆さんにシンガポール公立校の長所をたくさん話したではないですか。もう本当に10年間シンガポール教育を受けてきて得た思い出や経験に感謝しかありません。非常に決まり文句に聞こえますが、この10年間なしでは今の自分はないと思います。でもまあ、変更することに対して不安はありますね。なぜなら小学校、そしてソタの友達、つまりシンガポール公立校の生徒は皆才能に溢れているからです。皆とても優しくて、思いやりがあって、努力家で、彼ら彼女らがこの世界に与える影響は想像すらできます。彼ら彼女らと自分を比べずにいられないというか、未だにシンガポール公立校に通い続けるのが正解なのかもしれないと思うことがあります。ですが、そういったところでもう何も変えられないので、シンガポールが恋しくなるのは間違いなしです。あ、でも2ヶ月に1回帰ってくるか。これにて私のシンガポール教育の10年間は終了です。まだ現実味がない。新しい学校での学校生活がうまくいくことを祈っていてください。今回の動画を見て皆さんがシンガポール公立校についてもっと知れたと幸いです。シンガポール公立校を強調します。シンガポールインター校や日本人学校について話していません。この動画が良かったと思った方はぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。スクリプトを書くのに少なくとも3時間はかかったので、どうか私の努力を無駄にしないで、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしく。私の他の動画も視聴してください。バイ皆さん。Pledge ourselves as one united people, regardless of race, language, or religion, to build a democratic society based on justice and equality, so as to achieve happiness, prosperity, and progress for our nation.